ご苦さ、修行さ終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚を一平取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのはこれで全部だ。父の弁当楽しみだな。なあ、頑張るだぞ。北方大陆哇，主线剧情还有一些日常的主线剧情。好，もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に2人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。あ、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった、それじゃご飯後でな。さて、これからどうしようかな。ん、電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、ソンくんいる？え、お父さんですか。お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか。うん、あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べ
調べてみたら、ごはんくんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ゾンくんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだそんなことですか。だったら僕が届けますよ。今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。それを持っていけばいいんですね。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし。在哪里啊？在附近吗？欸，为什么这边有剧情？为什么之前剧情？为何？又多两个了，我咧斗短无影。意思，这边有一个，这边有。好，我们这边快走吧。等一下，我把它秒了。如果没有那种超级赛亚人的方式见他，他会对话又不一样了。直接把你秒了，打我一滴。毫无畏惧。好热哦。よね。うん、それそれ、上出来よ。ありがとう。あとはこれを使ってチップを作れば。ってちょっとその姿は何よ。本当にごはんくんなの？は、はい。この姿には事情があって。事情って何があったらそんな。はぁ、冷静に考えたら、あんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたらこっちの身が持たないわ。さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな、ブルマさん。とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。はい、逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ごはんくん、どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ、いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね、わかりました。これが人造人間。お父さんを殺すために作られた存在か。いやー、できたできた。うまくいったんですね。うん、ここまではね、ごはんくんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて、
あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。さてどうかしら。俺よし動けたわね。あんた名前は言える？名は16号、人造人間16号だ。そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー、記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やったやりましたね。お前たちが俺を直してくれたのか、ありがとう。なに、別に構わんよ。それにそこのご飯君も手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯、こんにちは。孫ご飯、俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと孫君の息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう。そういうのはあっさりしてんのね。うん。じっと見つめて、なんだ？博士。なんだね？この体、どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか？うん。まあ、構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか？もしもの時に備えてな。悪いけど行ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。俺は先に行く。森で会おう。ご飯くん、よろしく頼むわね。はい。人造人間、ちょっと拍子抜けしちゃったわ。人造人間のあの天才ぶりをもっといい方に使っていたらもったいないわい。これは美味しそうだな。うん、へへ。どうですか体の調子は？悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あなたは動物が好きなんですか？ああ、彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あなたは本当に僕のお父さんを殺すつもりなんですか？そうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんて。かつてドクターゲロが言っていた。俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているとだが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺はそういう意味でも欠陥品だ。そんな俺は。こんなとこに集まってやがったか。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ、動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい、あんな奴らやっつけてやる。なんてやつらだ。やったな。はい、孫悟飯、
動物たちを守ってくれてありがとう。それに俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？でも僕よりお父さんの方がお前も俺と似たものを感じる。え、さあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる。どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ、密漁者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえ、そんなことを。そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。ははあ。ご飯のやつなかなか来ねえと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さ、うらやましいんでねえべか。うらやましいっちゃうらやましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯が一番うめえと思うぞ。そうだか。お世辞でもそうまっすぐ言われると照れてしまうだよ。ご飯が家に帰りしばらく経った頃、臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。そんな、なんで無駄に命を。ちくしょーく父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。悟空さ、行っちまっただ。ピッコロに用事ってなんだべ。さあ、よう、孫か、一体どうした。ピッコロ、おめえってまた神様と合体する命みてえに二人に戻れねえのか。何、ほれ神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろ。なんとかドラゴンボールを復活させてセルに殺されたたくさんの人間を生き返らせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか、やっぱダメか。それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、
神様も復活、そんでドラゴンボールも復活だな。おお、ほらこれからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた。新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは、自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち。悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とは。でんで。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ。すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあおい、信じられるか、こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって本当なの？はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか？新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが、でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのか？はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのか？そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが2つになってしまいますよ。え？それだけのことでいいの？それでいい。そうできるようにしてくれ。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは復活したと思います。わっ、もう？見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし、じゃあオーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ。え？でもいいからいいから、心配すんなって。じゃあな。ちょっと腹減ってきちまったな。さて、しかし本当にドラゴンボールが復活できてっかな。あんな簡単にデンデに新しい神様に。悟空さん気をつけて。デンデなら立派に役目を果たしてくれそうだ。ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキューデンデ。Okay. もうセルとの戦いも分かりました。頑張ってください。あ、玩太快了。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ悟空さん、死なねえでケル。おう、分かってさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。そう約束してケル、ごはんちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ、戦うかもしれねえんだごはんちゃんも。おっす、来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは？精神と時の部屋で修行やってたんだよな。奴なら一足先に行った。そうか、
張り切ってんな。ああそうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ気にすんなよデンデ、俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら置いてっちまうぞ。あのクリリンさんも一緒に行きますか。ああ。はっ。なあ悟空、セルに勝てると思うか。さあな、やってみねえとわかんねえさ。